いいサイズ来ましたよ、ね、ブルースレンダーの直リグ。ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。これジーニアスプロジェクトから登場のゴライアス。これでね、いろいろなルアーを駆使して、それでもってね、少しいいサイズのバスにたどり着けたよっていう、まずはこちらの動画をご覧ください。ベイトフィッシュを追いかけ回してる感じでもないかな。いいね、ゴライアス。今メカニカルブレーキを1個2個緩めただけでね、ちょっと大きめのやつから一気にこういうワカサギベイトみたいな小型サイズまでいけちゃう。オリジナルのね、深溝スプールなんですが、しっかりね投げると。クーンだったらもう何回か湧いてきたりしそうだけど、全然反応がないから。こういう感じでもないのか。なんか一雨、ね、来そうだからね、一雨降ってくれれば一気に始まりそうなんですが、あーでもギルとかは興味津々で見に来てくれるから、それについてバスもいなくはないと思う。あーもう対岸届く勢いで投げれてます。ちょっとマグのブレーキ強めにして、こっちのメカニカルで微調整ぐらいで結構いろいろと遊べちゃいそうですよ。ギル後半の丁寧に駆使しないと釣れないやつですかね。見えバスがいない。今若干の向かい風なんですけど、全然ねワカサギベイトトラブらずに投げれてる。最初使い出した時ちょっと軽めるはきついかなと思ったんだけど、なんつうかこういう、まあ今無理くりだけどね、ワカサギベイト使いたいなんていう時にはもう全然こんぐらいのやつは深溝14ポンドでしっかり投げれちゃってます。肝心のね
肝心のブラックバスがいない。ブラックバスいねえ。これはね、大問題。大概三重バスの一つは二ついるんですけど、三重バスもおらんのですね。こういう小魚系じゃないの。いやー、ワームか。今日低気圧な予定だからそんなにワーム持ってきてないんだよな。参ったね。スピナベ、ギル、まだ必殺沈めるミノーとかは待機してるんだけど、なんかね、ちょっとルアーにこうふわっと沸かせてアクターみたいな感じの釣りがしたかったなぁと。あれ鯉だもんな。まだ絶対ギルクイバスとかいると思うんだけどね。いや、希望的な観測を言うと、今日実は貫徹できてるんで、1匹ぐらい40アップぐらいの釣って、はぁーって落ち着いて雨の中一眠りしようかなと思ったのに釣れなくて焦る。釣れないのか。いやー、でかいのが、40アップぐらいのが今見に来てパクッと食った。焦んなければ釣れるかも。見るね。でも沈めるとダメだな。もうちょっと雨が強くなったらいけそうなんだけど。ちょっと針引っ掛けで、どれだっけ、切りもん。ギル系バーム入れたら一発っぽいんだけど、今基地にギル系バーム置いてきちゃって参ったな。でも流れるしな。ないね。やべえ感じのが、案外ダイソーフロック、案外どう、これで入れきれてないところにぶち込む。こんなのカバー。
そこに落ちた。こういうことか。危ないよ。滑落。登れるのかしら。仕上がってんな。雨降ってこの感じで食わない、もしくはいない。いやいないはずないと思うんだけどな。でもだいぶ仕上がってんな、これ。せっかく、まあなんていうか、あれ落ちてきたんで釣りたいけどな。カウントダウンエリーとか、これに食わなかったらもうちょっと作戦変更、ワームとかね。これのピリピリアクションにも食わねえか。おらんね。はいはい。まあそれはいいとして、いやーしびいな、これ帰れんのかな。これどっから滑り落ちたんだ。ったく、あーこれはツルツルだな。ここら辺やばいよね、多分。やだな、これまた落ちてくの。あ、セーフ。多分。ピンチ。ピンチ。
はい、一通り釣りをしたんですけども、眠気の限界が来てですね、ただ雨が降り出しちゃって、今これ荷物濡らさないように持ってきたゴミ袋、その中にねテントみたいにして寝てますね。ちょっと休憩して、そんでまたどうすっか考えようかと思います。ちょっとベリーベリータフな状況なんで作戦変更、危ない、ネコリグスタンバイしました。ロデオクラフトのファットスワンプ、お危ない、ちょっと滑りやすくもなってきたからな、ここで滑落したら多分俺いろいろ終わる感じなんで、ここはちょっと冷静にずーっと行かないように足元を確認しながら、危ない危ない、いや疲れてる時はやばい、まだまだまだ大丈夫そうです、まだ生きてます。こっからストーンと落ちてもね、結構香ばしい展開に、いつか落ちんだろうな、うん、さっき一回落ちたしな、やだやだ、落ちたくはないもんだ。言ってもね、一応ギル系ルアーに追っかけてくるとかはあったから、スワンプとかスイミングさせてたらあれって食っちゃうやつも中にはいると思うんだよな。これは参ったな。ワームを入れたからってイージーに食ってくれる感じでもない。案外ほんとたまに見えるやつにホバストとかぶち込んでね、一匹ずつ大切に釣っていくとかじゃないとこれきついかもしれない。よいしょ、とりあえずいろいろやってみよう。まずはギルクイバスといったらこれでしょう、ギルフラットスイマー、数々のねギル好きたちに愛されている名作、浮かせることもできるし、沈めることもできるし、これそれで終わりだから、ちょっと慎重に行かないとな。えい、おお、すげえ、ギルっぽいのにモンドリバイトしてきた。流れの当たるとこにいたんだな。いるんだけど食わないんだ。岩盤沿いに一応見えないけど、やる気あるのがいるのか。結構ギルフラットスイマーの魚
沸かせる力ってすごいから、それ効果で来たのか。浅間爪特別だったのか。あ、やっべ、やったな。はい、グラム2ウェイの半分ワンウェイ、ワンウェイを力リグでの塊をぶち込んだらどうかな。まずなんかさっき頭の見えたここ僕だとフルスレンダー、ハグラー、ここはフルスレンダーいってみるか。フルスレンダー風まで誘
お、いった。よし。ブルースベンダーに、ちょっといいサイズが、食いましたよ。よいしょ。どうしよう。抜けっか。よいしょ。おー。よいしょ。いいサイズじゃん。やったね。はーい、いいサイズ来ましたよ、ね、ブルースレンダーのジカリグ、ね、7g シンカーのジカリグで、結構ねカバーに入れてしばらくディスっていたらググググググってね来てくれました。イエーイ、いいとこかかってるでしょう、ね、来た甲斐があった。イエーイ。で、リールはねゴライアスっていう、こうジーニアスプロジェクトの新しいリールですねのハイギアモデル、当たりがあって結構ね早めにバーンって巻いてねカバーから出すことができましたね。じゃあサイズ測って逃がしたいと思います。はーい、ゴライアスジカリグフィッシュは、口閉じで合わせて45あるなしってとこですかね。45、まあギリあるかどうかっていうところでございます。じゃあね逃がしてあげたいと思います。すげーとこかかってるね。はい、ブルースレンダーでございます。はい、で改めてタックルなんですけども、ロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスというね、竿に、これがジーニアスプロジェクトの新しいですねゴライアスね、全国の釣り具屋さんで買えるモデルですね。で、まあドラグ性能と、あとブレーキシステムなんかは、グラビアス上位機種とそのまんま、ただね、まあ、ドラグクリックオンがなかったり、ここのラインメモリーがなかったりね、なってますけど、まあちょっとねパワーハンドル化して、今みたいなゴリゴリゴリってね巻き上げてくるパワーゲームなんかにはね、こっちの方がもうむしろ使いやすいんじゃないかなって、そんな、リールになっている感じですね。で、ワームがこんな感じでデプスのブルースレンダーね。でセッティングの時にこう薄皮ね出さないように隠してねやって、ですごいカバーの最奥に入れてゴリゴリゴリってね揺すってたらゴゴゴゴゴゴってね、そんな感じの当たりが出る、ね、ゲームでございます。でラインはねフロロカーボンの14ポンドラインで持って、重りはね 7g だったと思います。じゃあね引き続き頑張ってみます。はい、ちょっとね見えバスとかはいないんですけど、あのカバーの一番最奥にね入れて、で普段結構軽いシンカーでやるんですけど、ね表面で追ってくる魚とかがいないから、少しシンカーも重めにしてしっかりと奥まで入れて、で奥でゴソ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 誘うっていうね、そういう作戦にしたところ、やーっとヒットしてくれました。でこっちの方にも、お、いや違うか、いたなと思ったんだけど枝がかかっちゃったね。まあちょっと丹念に、なんか羽物とかで行きそうな感じなんですけど、若干ちょっと当たりが遠いから、しっかりとカバーにルアーを入れて誘って、とりあえずね、魚を釣りにかかっています。ギルもねまだ見えるからね、全然なんだろう、タイミングで回ってくれば来ると思うんだけど、本当はねちょっとデカめの羽物とかで弱々しく泳がして食い上げさせるっていう作戦だったんですけど、今ねダウン来てるぐらいちょっとね寒いやね、もう秋にどんどん進んでいく冷たい雨なんで、なんかねトップウォーターとか表層ってのがそんなに
引かない印象ではあるので、少し沈めて、で、そんでもう本当レンタルボートとかでやるような感じで、じっくり誘ってね。で、ワームもあんまり反応ないようだったら、ちょっと交換というか、違う種類に変えたりしてもらってるんだけど、フルスレンダーにローテーションしたタイミングで来てくれましたね。ただ一匹釣れて、なんとなく、あ、バスはいるんだ、ただちょっとナーバスなのかな、なんていうのは若干糸口というか掴めた気がしたので、あの辺にカバー周りをかけておきます。ちょっとしたところがね、針先が一回も出していないだと結構ぬるぬるっと回収できるんですが、まあ1匹釣るとちょっと針先いっぱい露出してね、ガード力は弱まるんで、ちょっと本気でカバーを打っていくぞっていう時はこいつはまた違うように取っておいて、新しく刺し直したりした方が心が安定してね、カバーが打ったりするんですが、流れ抜けっていうか、鯉はね、前来た時は結構こんな感じで、よく見てるとバスのスクールみたいなのが見えたんだけどね、全然ギルシルエットじゃないんだけど、なんかね、使ってる感じベイト食いっていうよりちゃんとギル食いバスが反応してくれてるような印象があります。はい、だいぶね、苦戦して、そんでもって、試行錯誤して、なんとかね、バスを釣ることができたんですけども、結果ね、いろいろなルアーを投げて、さらにですね、このゴライアス、どんな感じなのかな、なんていうのね、インプレできるかなと思って、また動画を回し始めているんですけども、まずはね、こんな感じでフロロカーボンの14ポンドラインを、組んでみて、ね。それで、まあ、いろんなルアー、とっかい引っかい投げてね、そんでね、釣れたよっていうことで、で、ここがまあ、こういう感じで、とっちらかっているわけですけども、最終的に釣れたのはね、このブルースレンダーで釣れたんですけども、そこにたどり着くまでに、まあいろいろなルアー投げてみたんで、まずはね、これギルロイドベビーね、こんなやつなんかね、もうバッチリ投げやすいね、非常に、トラブルもなくスッと入れられるなっていうところで、まあこんなところはまあもちろん得意とするところだよなっていうところなんですけども、今回なんかはね、例えばそのギル食いバスじゃないななんていうタイミングでテプスのね、ワカサギベイトね、これシンキングのモデルですけども、こういった感じのちょっと不得意かなと思って、14ポンドラインで糸も太めだし、なんと思って投げたらね、結構飛んでくんですよね。ここら辺がね、まあ、シャロースプールじゃないんだけど、投げれるっていうのはね、いいなと思って、まあ基本はこういう感じの少し、ごついルアーとかね、ごついパワーゲームの方に向いてるのかなと思いきや、まあここら辺のやつもね、快適に扱うことができたよっていうね、そういう感じでやっていって、その他にね、投げたところだと、まあ大体投げたんですけど、チャターベイトとかも投げやすかったし、あとはね、スピナーベイトとかね、それとか、あとこういうカウントダウンエリートとかね、
ここら辺もねスーってね飛ばすことができたんで、まああの時ねちょっとね崖の下のところでちょっと滑って滑落してったんでびっくりしたんですけども、まあいろいろ使いやすいなって思って、でもねここら辺の巻物とかでは全然反応が得られなくて、そこでねワームの釣りに変更していくんですけども、まあそれもねどれもこれも、投げやすく投げやすくっていう感じで、ただねいろいろ直リグだなんだってね試していったんですけども、最終的に釣れたのがね最近お気に入りで使っているブルスレンダーのこの色ですね。ただねこの色ちょっと頭のあたりがちぎれたりしたんで、ちょっと今もう猫リグ用にねこうやって現場で釣れた後ねちょっとね皮がむけてきたなぁなんて思ったんで、これでまた猫リグ仕様にして、さらにねもう一頑張りしてもらおうかななんていうところなんですけども、最近ね動画の中なんかでも言ってるんですけども、これ新品のねブルスレンダー、はい、これをセットアップするときにねこういう直リグとかでねやるね、その時のコツなんですけども、こう普通に作っていくじゃないですか、ね、これで刺してでここですよね、ここで大体の位置見て刺していくんですが、この時にねこういう感じで普通こう一回抜き刺してそれでもって針先を隠すってのがね多いと思うんですけども、このデプスの素材ってねほんと程よい硬さで、こいつの時は破れてほしいっていう時にちょうど破れてくれる硬さなんですよね。なのでこうやって針先を一回も出さないね、こうすることによって結構カバーのね奥にスルスルスルって入れやすいね、これはオリジナルのブルフラットなんかでもねよくやってるセッティングなんですけども、こうやって針先を出さないね、ちょっとまあこれなんかで例えばさっきやつ、はい、ね、普通よく雑誌とかで見るセッティングだとこう抜き刺してね、でこれで一回針先を出してで薄皮刺しでこんな感じでね針先を隠して魚のバイトがあったらこれがプルンって取れてでフッキングが良くなるよっていうねこういう感じだと思うんですけども、結構ねデプスのワームだとねこの感じのねセッティングが、なかなか決まりますよね。ちょっと小バスとかを避けたいなーなんていう時にもいいかもしれないし、まあこのガブってねこの力で噛んでこれをなんだろう破れるそれぐらいの魚だけしか狙わないぜなんていう強気の気分な時にもいいしっていうことで、こんな感じのねセッティングで使っております。まあ針の大きさなんかお好みでね使っていけばいいと思うんですけども、で実際にねこれでちょっととまあ何やっても魚の当たりが出ないななんていうきつい状況だったんですけども、改めてね感じたのがこういうまあ 7g ぐらいのねシンカーでトゥルントゥルンって入れた時に奥の奥まで入れてね当たりが出たので、これはねブルフラットのオリジナルの幅広のボディだとなかなかね入っていかないんですよね、周りの枝とかに邪魔されて、まあ揺すって揺すってドゥルンって入れていく感じなんですけども、そこがこのスレンダーボディによって、入れた時にちょっと深いところでバイト出そうなんだよななんていう時にスル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 ってね一番奥のところにスムーズに入り込んでいってくれたっていうね、ところで、そうブルスレンダーとブルフラットどういう感じで使い分けていこうかななんてね、最近テーマ裏テーマみたいな感じでね、試していたんですけども、こちらのねブルスレンダーはちょっとブルフラットだと入り込みづらい、まあ落ち葉の中を攻めたい時とか、例えばブルフラットだと落ち葉の上にポサって乗って幅広のボディがこうなかなか中に入っていくことができないよなんていう時に、このブルスレンダーだと
スルスルスルって入れやすいんだななんていうのをね、たまたまああいう釣れ方だったんで、ああそうだよなって。結構ね、表層直下付近とかはね、いろいろなワームで実際に試して、あとネコリグ入れたりとか、ギル系ワーム漂わしたりとかね、いろいろやったんだけど、まあ、ここでは当たり出ない。そんな時にこのスレンダーボディがカバーの奥の奥に入り込んでいってくれるから、結果ね、釣ることができたなぁなんていうのを感じました。で、まあそんな時にこのゴライアスだと、こういうね 8.1 対1っていうね、少しハイギアなモデルがあるのでね、これで当たりがあったらもうそのカバーから引きずり出すぜってグリグリグリって巻くときに、まあこのちょっとパワーハンドルみたいな、通常のグラビアスより長くなってるゴライアスのね、このハンドル、ここら辺でゴリゴリゴリってスピーディーに巻き上げるのが良かったよっていうのと、あとはまあ、ブレーキ性能とかね、あとドラッグ性能とか、そこら辺はもうもちろん、使いやすい。ただね、これ使っていて、改めて使っていて一つ感じたのが、ここでね、ちょっと従来のグラビアスに出てきてもらうんですけども、あのね、ベイトフックキーパー、これがねゴライアスにはついてこないので、最近のグラビアスはね、グラビアス買うとこのベイトフックキーパーってやつがついてくるんですけど、これね、久しぶりにないやつでそういうワームの釣りやったら、改めてね、ベイトフックキーパーってのがとんでもなく便利で優秀だったんだなぁなんていうのを感じました。っていうのが、まあこれさっき言ったですね、薄皮差しで針先を出さない、この状態をキープしたいなぁなんていう時に、こいつがあればこう一回も針先を出さないまんまね、移動とかできるんですよ。なんていうか、このポサってかけるだけなんで、このね、針先一回出さない、もうめちゃくちゃカバーしっかり攻め切るぞ仕様が使いやすいんですけども、こういう状態が使えないってなると、まあよくある感じでね、こうやって一回こう針先を出して、それでもって、まあ例えばこう針先を出してガイドに引っ掛けておくなり、まあ例えばね、このカウルのとこにね、こうやって引っ掛けて移動したりっていうことで、まあここら辺もね、ちょっとキズキズになってくるし、何よりもこの一回針先を出さないとね、いけないなーなんていうのが、ちょっとね、厳しいなーっていう時も、カバーの奥の奥まで攻めたいっていう時に、このセッティングができなくなるってのがね、嫌だなぁなんて思ったんで、まあこれもね、標準装備ではベイトフックキーパーがついてこないので、ただね、すぐにベイトフックキーパーつけられるようになってますので、ちょっとね、新しい、ベイトフックキーパーも出るみたいなんで、まあそこら辺をね、つけて、さらに戦闘力上げようかなって、まあそんなに高いもんじゃないんで、それはね、すぐやろうなんていう風に感じました。こういうね、これね、はい、上位機種のグラビアスにはまあ最初からこれが最近のはついてくるよっていうことなんですけども、ゴライアスはまあ別途、ちょっとだけね、そんなに高いもんじゃないんで、この針金部品買って、取り付けましょうなんていうのを感じました。はい、というわけでね、今回ね、なかなか当たりが出せなかったんで、結果ね、いろいろなルアーをこのゴライアスで投げてみてね、使い心地なんて見ることができたんですけども、まあ深溝のスプールなので、もうめちゃくちゃ軽いルアーに向けてではないよっていうことなんですけども、まあブレーキの性能とかがいいので、ある程度軽いルアーとかもね、スーってね、投げることができましたよ。ただね、まあ最近このリール使ってみて感じるのは、ほんとね、ちょっとパワーゲームよりによりグラビアスを使いやすくした機種なのかな。ね、海用のベアリングが入っていたり、あとはこのちょっとロングになったパワーハンドルがついていたり
っていうところとかね、いろいろ総合して、ちょっとねビッグベイトとか、パワーゲーム向きにはこっちの方がね、使いやすいかななんていう風に感じました。本当ねバーサタイルにいろいろ何でもござれっていうことであれば、最初からシャロースプールと深溝が両方ついてくる、まあ、ちょっとね値段も変わってきますけども、こちらのグラビアスね上位機種ね、俺はパワーゲームビッグベイトとか好きだぜね、ちょっと太めの糸をがっつり入れ込んでおきたいんだなんていう人はこのゴライアスね、まあでもワカサギベイトとかも投げれちゃうよっていうね、そんな感じで、さらにね秋に向けては巻物シーズンにも突入してきますんでね、あとはいよいよ、ビッグベイトでのシーバスゲームなんかもそろそろ開幕するんじゃないかな、そんな時期なので、今までねこのグラビアスシリーズだとねちょっと海に導入できなかったんですけども、こっちのね、ゴライアスは海でもござれっていうことなんで、これにねちょっとね、ビッグベイトに向いた糸を入れて、それでまた海での使用感なんかもいろいろ試していこうと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこういう感じですかね。新しく出るですねゴライアスと、ブルースレンダー、これでねカバーを攻めてみたらナイスなバスが反応してくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。